おはようございます。今日のモーニングデボーション箇所は予備記13章、ジョシュア先生によるメッセージです。今日の、明日の章は呼ぶという字の討論の最初の回が1回目が終わるもう章です。そして呼ぶがこの友人に答えて終わるという第14章が、この14章がこの最後ですね。友人のと呼ぶの討論の最後になります。でこの友人たちはいつも宗教的な観点から呼ぶにいつも、呼ぶに話していました。でこれまで見てきたのがいつも友人は非常に理性的な、頭の知識から語ってますね。でこの道徳主義的なこの観点からで、エリファスも非常に宗教的な、この観点からしか呼ぶにアドバイスをあげることができませんでした。で私たちのこの、考えというのは非常に限りがあります。この呼ぶはこの呼ぶも非常に苦しんでいて、それをどうにか説明しようとします。しかしこの他の人が 彼らの状況を理解して話そうとするのは非常に難しいことです。私たちの考えというのは非常に限りがあります。まあ呼ぶに限りませんけれども、この呼ぶの、苦しみはどこから来ているんでしょう。私たちはなぜかということを考えようとします。私たちは考え方がもう私たちの価値観、私たちの考えというのはなかなか変えることができません。呼ぶが潔白なものだったら、この悪から遠ざかっているものであるなら、呼ぶは、私は何も罪を犯しないと言い続けています。非常に正しい人が、非常に義なる人が、なぜ、このように苦しんでいるのでしょうか。なぜ一日が全て失ってしまったのでしょうか。そして非常にこの重い病に語って、で私たちは考えます、なぜでしょうか。で私たちはなんかそれを説明することはできません。私たちの考えというのはなかなかこれを止めることはできません。私たちの考えではなかなかこれを受け入れがたい状況ですね。特に正しい人が呼ぶのように苦しんでいるとき、私たちはなかなか理解ができません。呼ぶの3人の友人、彼らは呼ぶの苦しみを、理解できず、そして慰めることができませんでした。ただ彼らは自分の考えばかりを、言い並べていました。なぜでしょう。なぜ友人たちは考えています。もう考えられない、信じられないと、呼ぶは絶対何かしたに違いないと、ありえないと、この神様を恐れ、神の前で何も罪を犯しないなんてありえないと、この3人の友人は言います。
で、友人は呼ぶが、自分は潔白だと言い続けるのを止めようとします。あなたは何を、あなたには絶対たくさんの罪があると。そうでなければ来られることはあなたは起こらなかったはずだ。この友人たちは正しい者たち、正しい人が苦しむことを、なかなかこの状況を受け入れることができませんでした。私、何も罪を犯してないってものって言ってるものが苦しんでるとき、私たちにも非常に大きな挑戦となります。友人たちは自分たちの考えから、自分たちの視点から話しています。そして神様を代弁しようとまでしています。神様の、義なる神様を、この義なる神様が罪はないものを罰せられるだろうか。この彼らが見えるのは、ヨブが罰せられているにしか見えない。エリファスはこう言っています。神様、あなたを罰していると。このように、潔白の人がこのような状況になるなんてありえないと。彼は絶対何か罪を犯しているに違いない。この表面的だけ見ると、ヨブは裁かれているように見えます。この神様は完全に義なる神だから、ヨブが絶対何か犯したに違いない。このヨブの考えを揺さぶろうとします。そしてその後、ヨブは友人に語ります。ヨブが何と答えたか見ていきます。友人にもたくさんの問題がありますね。特に兄弟姉妹たちが苦しんでいるか、私たちはどうすればいいでしょう。今日のこの13章のタイトルは、この善のなることを語らなければならない。私たちは善のなる主と語らなければならない。3節ですね。善の主に語りかけたい。私は神様に語りかけたいと。13章では神様の御前にということが強調されています。これを4段落に置けます。1から3節。この13章は友人たちが1回目討論したもののまとめとなり、結論まとめとなっています。じゃあ神様と論じ合ってみたい。3節ですね。私は全能者に語りかけたい。見よ、私の目はこれをことくごとく見た。私の耳はこれを聞いて悟った。2節、あなた方の知っていることを私も知っている。私はあなた方に劣っていない。ヨブは3章にわたって3章を使って友人に答えています。
十二章は神様の知恵は大いなるものだと。ヨベ、あなたは罪を犯したと言うじゃいます。この理性的に考えるとヨベはきっと罪を犯したに違い、そしてあなたの言葉は良くないと。神様あなたを、あなたを裁いている。で、順調でヨブはこう言ってます。13節。12章からいつも繰り返し語ってます。2章3節ですかね。12章3節も同じこと言ってます。私もあなた方同様に悟りがある。私はあなた方を取らない。なぜあなた方はこれらのことを言うのか、まるで私が、ね、分からないかのように。私はそれを知っていると、理解している。私はあなたに劣っていない。あなた方はこれらのことを言って、これは、何もない、何もならないと。私は神様と論じ合ってみたいと。私のことを神様と討論したい。この友人が言っていることはすべて私は慰めていない。そして私は彼らに賛同したいと。彼らが言っていることは非常に限りがあります。そしてこのあなた方は私が感じることはなかなかあなた方には感じられないと。なんか私は全能者に語りかけたい。私は神様の前に行きたい。そして神と論じ合ってみたい。じゃあ神様と交談をしたいと。友人ではなく私は神様に聞きたいと。この全能者に何を語るのでしょう。4段落目にそう書いてます。友人がこのように語りかけ、どのようにこのようなアタックをどのように止めることができるのでしょう。友人から、あなたのケースはこうだと。友人の語りかけていることによってもっとこの問題があるように見えます。しかしあなた方は偽りででっち上げるもの。あなた方は皆能なしの医者だ。はい、非常に弱い、怒っています。あなたは嘘をついている。あなたのくれようとしている薬は何も効果はない。それは全部偽りだ。もう誰も癒すことはできない。あなたは誰もこのどの状況もあなたは変えることはできない。それ慰めることではなく、それは全部偽りだと。あなたは私に薬を与えていると思っているが、それ全部何も使い物にならないと。あなたが言っていることは意味がない。
あなた方が全く黙っていた。それがあなた方の知恵だったのに。さあ、私の論ずるところを聞き、私の口を言ったように耳を貸せ。あなたが言ったことは虚しい風のようだ。あなた方が言ったことは全て意味がないと。全く意味がない。7節8節。あなた方は神の代わりに何と不正を言うのか、神の代わりに欺きを語るのか、神の顔をあなた方は盾とするのか、神の代わりに言い争うのか。この4つのクエスチョンマークがあります。このように友人に、語っています。あなたは神の代わりに何か言おうとしているのかと。神様の代わりにあなたは、神の顔をあなた方は立てるつもりなのか。ヨブは非常に怒っています。友人はこの神様の代わりに代弁しよう、代弁してると思っています。で、今のこの状況何が起こっているかということを友人は説明としているんです。しかし彼らは何を話しているのか、彼らが分かっていない。全てこの友人の言うことが間違っています。彼らが言っていることは不正なので、間違っているので、このヨブは言っています。9節から、神様は必ずあなたを裁くと。9節、神があなた方を調べても大丈夫か。あなた方は人が人を欺くように神を欺こうとするのか。神があなた方を悪がないか調べると。人が人を欺くように神を欺こうとするのか。で、人は罪がなくても苦しみがあると。そして神様も義なるお方である。この潔白な人と神様、この義なる神様は同じだと。この一緒に立つことができる。神様の義のある神様に立っている潔白なものは、この苦しみはあると。潔白なものが苦しんでいる、で神様は義ではない、そういうことではないと。じゃあなぜこの苦しみがあるのか、それは私たちには分からない。私たちが全て知っていると考えないで。なぜならたくさんのことを私たちは理解できないからです。この義なるもの、正しいもの、神の前でこの苦しむことはあります。私たちは神を欺こうとしなくていいのです。神は義なる方です。もしあなた方が隠れ自分の顔を立てようとするなら、神は必ずあなた方を責める。
あなた方が話しているその言葉、あなたは神をも恐れないのか。あなたはこのように友人を攻撃して、あなたは神を恐れないのか。神の意見、あなた方は震え上がらせないのだろうか。あなた方は気をつけなければならない。神は必ずあなた方を責める。もしあなたが、もし神様はそのように考えるなら、神様には恵みがない、神様には許しがないと、そういうふうに考えるなら、友人たちは神様は義だと知っています。そして誰かがこの苦しみだけあるとき、もしかしたら正しいものではないかもしれません。この腰掛け、友人たちは 極端、非常に極端です。正しい、義なる神と正しいもの、そしてそこに苦しみがある。これらのことを彼ら状況が理解できないんです。受け入れることができない。しかしここで鍵となるのは、神様は恵みなるお方であって、許してくださる神様です。そうです。私たちは皆罪があります。そしてイオブもきちんと捧げ物を捧げていました。このイオブが、イオブの子供たちが、罪を犯したのも知っています。罪を犯してないか知っていて、そしてこの捧げ物を、捧げていました。そして人は罪を犯します。しかし神様は恵み、そして許しがあります。人が神様に許してくださるようになると、神様は許してくださいます。神様はそのようなお方。でこの人が苦しんでいるかといって、神様には何も恵みがないと、そう言うでしょうか。そうではないんです。この苦しんでいる人も、このようないろいろな起こっていること、神様、神様と口論しなくていいのです。神様は口論を必要とするお方ではありません。私、人間が語れば語れば、そこには間違いがあります。あなた方の格言は灰のことわざだ。あなた方の盾は粘土の盾だ。あなたは必ず神様に裁かれる。あなたに言っていることはまるで灰で粘土だ、粘土のようだと。神様の代わりにこの代弁しようとしているが、それはできない。あなたが言っていることには力がないと。ヨブはこのように友人に語りかけました。そういうのをやめようと。13節から19節。ヨブはまた友人にこう語りかけます。
私もう止めないでくれ。私は神様を前に来なければならない。神様の御前に立たなければならない。そして神様に聞かなければならない。13節から19節。13節、黙れ、私に関わり合うな。この私が話そう。何が私に引っかかっても構わない。黙れ、この私が話そう。私が言った言葉に私は責任を持つと。それゆえ私は自分の肉を自分の歯に乗せ、私の命を私の手に置こう。ジャクソン何も言ってないけど。なぜ私自分自身をこのような状況に置かすのか。で、私は自分の命を手の上に置く。見よ、神が私を殺しても。私は神を待ち望む。それか、神が私を殺しても私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に主張しよう。この原文では他の聖書は、この文章に応じて、訳していません。これ殺されても私はそれでも神様を信頼すると。私は殺されてもそれでも私は神様を信頼する。しかし原文、あるトラ、訳では神様は私を殺すであろう、私には希望がない。で、希望がなく、そして神様は私を殺すと。それでも私は神の前に来ようと。なあ、もう私は私の道を神の前に主張しよう。主張する、てか私のこの正しいことを神様に主張しようと。私は殺しても殺されても私は死ぬであろう。しかし私はそれ神様を信頼する。神様は私は信頼してるから、神様が殺すなら私は死ぬだろうと。神様があなたが私を殺してもそれでも私はあなたの見舞いに来ます。
そしてはっきりと主張しよう。神様は私に、もう私が死ななければいけないなら死にますと。私は自分の肉を自分の肺に乗せ、私の命を私の手に置きます。どうかこの私の命よりも重要です。どうかあなたが 私に明確に語ってくださることは私の命よりも重要ですと。私は命でさえ差し預けることはできます。しかし明確に神様は私にはっきりと語りかけてください。なぜこのようなことが起こっているのか。十六節、神もまた私たちの救いとなってくださる。神を敬わない者は神の前に出ることができないからだ。もし神様の前に私が来ることができるなら、私の命でさえ差し出すことができる。命でさえ差し出すことができる。だから私を止めないでくれと。もう他のことを語らないでくれ。ただ黙れ。黙った方が知恵があると。私に神様の御前に来させるように してくださいと。神様どうか私に説明してください。私に何が起こっているのか。もし私の命が欲しければ取ってくださいと。しかし私はあなたに信頼します。もしあなたの前に来れるなら私は潔白なものであると。なぜなら、神を敬わない者は神の前に出ないからだよ。神様、私はあなたの前に行きたいです。兄弟姉妹の皆さん、分かりますか。ヨブは苦しみの中に、攻撃の中に、友人でさえ攻撃しています。彼の唯一の望みは神様の前に出ることです。神様どうか私に明確に語ってください。私も命を差し出すことができます。しかし神様、私は一つの言葉だけでも必要なのです。もう全世界が理解できません。私の妻でさえも理解できることはできないんです。ただ私はあなたを見舞いに行きます。どうか私に語りかけてください。もう何でもいいから、どうか私にこの状況を理解させてください。イエス、神様、あなたを信頼します。ヨブはこう思ってるんです。もし神様前に来ることができる、神様は私に明確に語ってくださる。そして神様は私に説明してくださる。そして私を義なるものとしてくださる。私は神様理解できないけど、一番重要な神様が私に語ってくださること。神様についてきても長くなる。あなたは私を知っていて、私はあなたを知っています。あなただけは私の救い。私は続けてあなたを信頼します。あなたが私を殺したとしても、まるであなたは私を殺したいかのように、しかしそれでもあなたを信頼します、ついていきますと。大きな苦しみの中、大きな悲しみ、彼らの一番望んでいることは、それは神様が彼に語りかけることです。私がバンクーバーに行った頃、たくさんの苦しみがありました。たくさんの噂やスキャンダル、そしてないことばかり書かれていました。で、彼らが裏で何を話しているか誰も私に教えてくれませんでした。この数匹、この
スキャンダル。非常に毎日が苦しかった。私は神様の見舞いに毎日来ました。そして私は神様に言いました、どうか私に説明してくださいと。この攻撃している人たち、私は彼らには答えません。誰も私を理解してくれません。しかしあなたは私を理解してくださいます。神様、あなたの御前だけに来て、あなたの裁きの座に前に来るときだけ私はこの明確に分かるでしょう。そうでなければ不可能です。私は自分を擁護しようとしません。彼らは私を攻撃しようとして立ち上がっていました。その当時、その時の攻撃の子供、彼らはこう言ってんですよ。私が研究を盗んだとか、そういうことを言っていました。で、私はある、兄弟姉妹のためにベビーシッターをして、そして、彼らの娘を世話をして、彼らがこのビジネスができるように彼らを助けていました。そして母が帰ってきて、この娘をお世話して、ありがとう、800ドルを受け取ってください。しかし私はこう言いました、これいらないですと。もしあなたがどうしてもこれを、この研究をしたいなら教会の献金箱に入れてくださいと、教会に献金してください、私ではなくと言いました。しかしこの私を攻撃している人たちはこのことを用いて、この800ドル、この献金箱に入れた800ドルはきっと自社先生が取ったに違いないと彼らは言いました。私はどのようにこの状況を直面すればいいんでしょう。たくさんのアタックがありました。私は神様を信じます。神様、あなたの前で来る時だが、私はこの明確にされますと。長老たちは知っているはずなんです。だってこの献金というのは私の管轄ではなかったからです。私が管理しているものではなかったからです。何十年、10年もこのようにされていました。この献金箱に言われて、そしてこの献金というのはこの兄弟姉妹によって計算されていました。私は一回もこの献金というのを、管理していませんでした。これは、たくさんの、私に対する攻撃の一つです。しかし私は一つも彼らに答えることはしませんでした。この牧師というのも攻撃されます。この人が彼らは私をただこの攻撃し、そして打ちたいだけなのです。誰も私を理解してくれない。しかし私の心っていうのを神様が理解しています。私は祈り続けました。
どうか義が川のように流れ出しますようにと。神様、あなたの義はどこにあるのでしょう。私は非常に苦くなっています。だから毎日私は川のところにいて、いつも神様に祈っていました。神様に、私の上に神様の憐れがあります。4段6面20節からです。17節、あなた方は私の言葉をよく聞け、私の述べることはあなた方の耳に入れよ。今私は訴えを並べて立てている。私が義とされることは私を知っている。私と論争する者は一体誰だ。もしあればその時私は黙っていきたいよ。17節から19節、3段6目の、サブタイトル、私が義とされることは私は知っている。私と、論争される者は一体誰だと。私が義とされることは私は知っていると。私の道というのはもう正しいことを知っている。もう誰も私のことを理解しなくても、私と論争するも一体誰だ。もしあればその時私黙っていきたいよと。もう神様が知っているだけで私も満足であると。私はもうそのまま 死ぬなら死のうと。私が望むことは神様が私に語っていること、語ってくださること。人が語っていることは重要ではない。彼らが攻撃するなら攻撃させようと。しかし私は黙ってよ。生き耐えるならそのまま生き耐えよう。神様が私が義であることを知っているだけで私はもう満足である。20節から28節がタイトル、神様どうか私に顔を合わせて、答えてください。神様どうか顔と顔を合わせて私に話してください。どうか私の不義とは罪とはどれほどでしょうか。どうか私の罪を私に知らせてください。どの罪があなたの祝福か、私をどの祝福が止められているのですか。このサブポイントがあります。どうか私に御顔を隠さないでください。2節、ただ2つのことを私にしないでください。そうすれば私は御顔を避けて隠れません。あなたの手を私の上から遠ざけてください。あなたの恐ろしさで私を怯えさせないでください。呼んでください。私は答えます。あるいは私に言わせ、あなたが私に答えてください。なぜあなたは御顔を隠し、私はあなたの敵とみなされるのですか。ただ2つのことを私にしないでください。どうか
あなたの御顔を隠さないでください。あなたどうか憐れみを表してください。そしてあなたの手を私の上から遠ざけてください。私に言わせん、私は答えます。あるいは私に言わせん、あなたが私に答えてください。私の不義と罪とはどれほどでしょうか。私は一体何の間違いを犯したんでしょうか。そして23節から25節。24節23節から24、私の受けた罪とはどれほどでしょうか。私の背きの罪ととかと私に知らせてください。なぜあなたは御顔を隠し私をあなたの敵とみなされるのですか。不義と罪とはどれほどのものでしょうかと。私は どこの間違った道に行ってしまったのでしょうか。なぜあなたは私から御顔を隠されるのでしょう。なぜ私はあなたの敵と見なせられるのですか。あなたは吹き散らされた木の木の葉を脅し乾いた藁を追われるのですか。私は教えてください。一体どの罪を私は犯したのでしょう。私に知らせてください。どうか私から御顔を隠さないでください。どうか顔と顔を合わせて私に知らせてください。ヨブは義であることを知っていました。潔白であること、私は義と見なされること分かる。神様どうか私に知らせてください。一体どの罪が私にあるのでしょう。どうかと交わせ私に教えてくださいと。一体どの罪が私 どの罪が私を犯したのでしょう。なぜ私は終わられるのでしょうか。26節。実にあなたは私に対してひどい宣告を書き立て、私の若い時の咎を私に受け継がせようとします。あなたは私の足に枷をはめ、私の歩く小道をことごとく見張り、私の足跡に印をつけられます。そのようなものは腐ったもののように、口シミが食い尽くす獣のようになります。ヨブが神様に言っているけど、この罪がないこと、そして正しいものであること。26節。実にあなたは私に対してひどい宣告を書き立て、私の若い時の咎を私に受け継がせようとされます。私の若い時の咎があった過去、私は罪化した。そして私は告白して悔い改めた。そして、捧げ物を捧げた。そして悔い改めをした。そしてあなたは私に恵みをくださった、許してくださった。しかし私はこのような状況になっている、今私には間違いない。しかし一体どのような間違いが私の中にあるのか、神様どうか私に教えてください。
何が問題なんでしょうか。なぜ私、あなたは私から御顔を隠されているのでしょう。あなたは私を、なぜ私を敵とされるのでしょう。そしてなぜ私を破壊しようとするのでしょう。罪が食い尽くす獣のようになっています。私はたくさんの苦しみがあります。神様、どうか私に教えてください。一体どの罪があなたを、あなたを私を負わせるようにしたのですか。友人は黙っていて、そして神様、どうか私に答えてください。神と呼ぶは神様前に来ます。神様、どの間違いがあるんでしょう。私たちが苦しみなくなるとき、私たちが苦しみに遭うとき、私たちはこの状況に来ます。神様だけが私たちを許し、慰めてくださり、私たちを、神様だけが私たちを救ってくださいます。神様だけが私たちを義とされます。私たちは人々によって義とされる必要はありません。神様が私たちを助けてくださいます。これで今日のメッセージもあります。皆さん立ってください。Stay, stay, 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 stay.
あなたを賛美します。あなたを認めます。あなたは私たちの岩です。あなたは私たちと共におられます。私たちが苦しむ中にあっても、で友人が私を理解しなくても、家族が私を理解しなくても、しかしあなたは私の岩です。あなたは私をいつも共におられ、理解してくださいます。どうか私たちを癒してください。たくさんの痛みがあったと思った、たくさんの痛みがあって私たちは話すこともできません。神様、あなたを褒めたたえます。この上がり下がりがあったとしても、あなたには希望があります。あなたは癒してくださり、あなたは私たちを救ってくださいます。私はどれだけこの困難に当たってしまう、あなたは私たちのこの救いです。時々私たちは悲しむ中にあって、そして中に礼拝することはいけません。呼ぶのように私たちは苦しむ中にあっても、痛み中にあっても、あなたが私たちの救いですと、あなたが私たちを癒してくださるお方であること、自分の苦しみのために祈りましょう。この人間関係の中でも、人の言葉によって傷ついたでしょうか。もう私、この痛みが、この恐れが、この誤解が、今神様の愛が私たちを満たしてくださいますように、今静まり、神様前になりましょう。ある人たちはこの友人によって傷つきました。友人がこの理解してくれたらなとどれだけ思ったでしょうか。しかし友人はいつもあなたに教えようとする。
友人、あなたが拒絶して、あなたがしてことは、十分ではないと。そして心を閉じてしまったあなたの、苦しみを話さなくなってしまった。そしてあなたは自分自身でその重荷を負っている。神様こう言っています。これは人からの言葉の、この形成をどう手放しなさいと。この人が話したこの言葉の枷を私たちをどこか解き放してください。もうこの重荷を負うことがないように、どうかこの言葉が私たちをもう縛ることがないように、これらの言葉、傷ついた言葉を神様の前に持っていきましょう。私たちの中に経営者によって傷ついた、あなたこの期待が大きくて、彼らの期待を背負わなければならない。なぜこの基準に達しないのかと、これらの言葉を誰も私を理解してくれないのか、この矢がまるで何年もあなたを突き刺していた。そして神様に使えることを困難にしていた。このミニストリーだけの道に従ってはならない。このあなたが傷つけたこの言葉を神様に委ねなさい。この理性的、また宗教的な中には限りがあります。人々が考えている神学によって彼は語ります。あなたはこうでなければならない、ああでなければならないと。これらの宗教的な制限があなたを縛りつけています。神様どうか彼らを癒してください。どうか私たちをみんな癒してください。そうです、たくさんの問題が私たちの中にあります。私たちはたくさんの困難があります。この信頼している友人にシェアすることができるように、そして私と共に歩むことができるように、私がこの彼らにストーリーを自分のことを話すとき、なぜか変わって、そして攻撃を受けてしまいます。私は神様に自分についていかなかったことが、神様あなたに 何回も祈ったのに、私の周りの人々は私は理解できません。そして今私たちの信仰が揺るがされています。私の心にはたくさん苦さがあります。どうか来てくださり、私を助けてください。Thank you.
あなたは丸ごと願います。そしてどうか私に飾りかけてください。でどの罪を犯したのでしょうか。たくさんあなたの前で罪告白をしました。しかしそれでも私はそれでも苦しんでます。どうすればいいか分かりません。あなたの恵みだけは私を慰めてくださいます。私を慰めてください。そして私に憐れみを与えてください。どうかあんたの御心を私に示してください。神様、あなたは私たちの祈りを聞いてくださいました。あなたの御言葉に聞きます。神様の全能なる見てで私たちを支えてくださいます。あなたの苦しみを見てる神様は、あなたの苦しみを見てくださっています。あなたの苦しみを見てくださっています。あなたの涙を見てくださっています。私は憐れみ深い神である。私の中にはこの許しがあると。あなたの全ての罪、あなたの全ての咎、すべて拭われました。あなたは私の愛する一人子の血があなたの罪を、洗い流した。あなたはもう背負ってはいけないこの宗教的な考え、そして理性的な論理的なことからあなたは、解放されます。今日あなたは癒します。あなたの孤独、そして攻撃されたことが今取り除かれますように。なぜならあなたは愛している神様であるから。私は義で憐れみ深い神である。私の声、あなたを愛している。あなたは私の手中にある。賛美しましょう。
れで今目を閉じましょう。今神様の前に来ます。どうか私たちに語りかけてください。友人たちは私たちがたくさん罪を犯したと言っています。そして攻撃はあなたから来ています。なんか私たちの問題は彼らが言っていることじゃなくて、どうかあなたが言うことが一番重要です。どうか私たちに皆一人一人に語りかけてください。あなたは私たちの救いであって、あなただけに信頼します。この予備を見るで、何を考えたでしょう、何を見たでしょう。私たちの状況の中で、教会の状況の中で、神様、あなたの前に来ます。あなたの御言葉を聞くために、あなたの言葉だけが、あなたの言葉だけが重要です。あなたの言葉を聞きたいです。あなたの言葉だけが立ちますように、あなたの御顔を求めます。あなたの言葉を聞きます。このアタック、すべてのこのものを今打ち壊します。彼らこの友人に言ってるこの灰や粘土のような言葉は使い物になることはできません。私たちが部屋の中にありますように、そしてあなたをしっかり逃げていることができますように。だから私たちに続けて語りかけてください。このヨブが苦しんでいるこの中、理解することができますように。ヨブはこのサタンからの攻撃になっていました。それでも神様はヨブを守っていました。しかしヨブは神様を守っていることは知れませんでした。しかしヨブがこのように苦しんでみると、皆さんどう感じるでしょう。あ
あなたを理解してやると。あなたを守って守る。そしてあなたを救い出す。敵はあなたにどうすることもできない。敵は全てできることをし尽くした。前に続けて進んでください。他の人があなたのことを何言うかを気にしちゃいけません。ただ神様についていきます。あなたは勝利を得ると。あなたはつまずいてはいけないと。あなたの人生、命は非常に重要だから、あなたを救おう。だから続けて私に信じなさい。この避難されるところがない。そして悪から遠ざかり、死を恐れなければならない。あなたの道はこの義の道であるか、主は知っておられます。お互いに助け、そしてこの宗教的な限界の中に陥ってはいけません。宗教の限界ですね。そしてお互いにこの裁きあってはいけません。お互いに助け合いましょう。そして支え合いましょう。これは神様の御心です。神様は私たちを祝福してくださいます。この信仰、そして愛が私たちの中で大きくなりません。あなたの道が平安であるもの、そして義の道に歩むことができません。神様はあなたと共におられます。神様はあなたを祝福します。錦野先生、あなたを祝福します。これで今日のモーニングデボーション終わります。